C は、紫色の衣服である。全近代の日本や中国では、交換が身につけるべき、高貴な色とされた。原則として、庶民や低いくらいの管理には着用できなかったが、特に許されることがあり、名誉とされた。日本において、抗衣者に C を着用させる規定は、簡易十二改正の時代に遡る、可能性があるが、資料に明記はされず、断定はできない。 大火三年の七色十三回間で、大式と、大縫いが深紫、大紫が、浅紫の服飾を用いるよう定められた。これが踏襲され、養老律令では、新王と1位の礼服、重服の色が紳士で、4世位までで2位から5位までの王と、2位から3位までの進化、五世王は、浅紫衣と定められた。これより、下の位や、 そうにも含めた無意の人にとって、紫は服にして着ることができない金色とされた。奈良時代には、唐に渡った宋玄宝が、唐でも交換にのみ許されていた紫の裟を幻想皇帝に与えられ、着用を許された。帰国後日本の玄宝に紫の裟を与えて着せた。続いて、天平神後2年10月20日、聖徳天皇がホッケ時に、 仏通車利を収める時に作った行列の参加者に C の着用が許された。特例として服飾を紫にすることを許す直は、法規八年六月一日に病気の最起今盲人に代わって急遽検討士を率いることになった。おのいはね、大臣松足に対しても下された。他方、御西洋で御位だった部前王が紫を着て、休断され、 日に改めさせられたこともあり、近畿期は厳格に守られていた。白木が、方向を7年に、初めて復職の制度を定めたとき、最上位の王の大架空から、ダイヤまでが C と定められた。やはり進化の最上位を紫とするもので、この制度は、新徳上を2年に衣服を、等のものに改めるまで続いた。日本初期大化3年是最上。 養老立令衣服令、第19、日本思想大計、立令新総版350ページ、俗日本記、天平18年6月おのれ以上。日本三大実録上元7年2月2日、上、武前王の卒伝に、王の放落の一例としてある。武田幸子、古代国家の形成と衣服制134から135ページ。ありがとうございます。